リンリンハローパラレールリンリンパラレールのニットです。はい、前回ね撮らないかもって言ってたんですけど、撮ることにしました。で、今現状ねちょっとこの辺のあの配置替えをちょっと考えてて、なんかここに置いてるものを、そのここに置いてるものをね、ここに置いてるそのスタックボックス系をこのガチャガチャの前にちょっと置いて段差として作れそうだなって、でここに机を置いて餌の準備とかできそうかなと思ってて、押し入れにわざわざ入れなくてもいいんじゃないかなって今思っております。はい、じゃあちょっと随時やっていきましょう。で、さっきではこの前の動画に上がってたところのこのうんちとかねついてるやつを拭いたりっていうところをやっていきます。レオパのところにこういう感じで、このこれ100均で売ってる畳なんですけど、これを置いているので、これをのうんちをね、取ります。が今回頑固だねこれね。よいしょ、取れるかしら。ちょっと画面外で失礼してますけれども、よし、画面内でやろうか一応ね。こんな感じなんで、これをこういう感じでね、ガリガリガリと取っていきます。歯ブラシとかでもいいんですけど、歯ブラシだと全然取りきれないことが私は多いなって感じてるので、こういう感じでね、スプーンのこの裏の部分で取って、そして最後ウェットティッシュで拭いてあげるって感じですね。まあ、汚れるのはこれもう必然なので、ある程度汚れが取れたら OK です。で、使ってるやつはね、ダイソーのペットウェットが使ってて、足とか手とか用のアルコールを未使用のタイプを使ってます。まあ当たり前っちゃ当たり前だと思う。まあこんな感じでいいでしょう。で、次にサナッチのここの部分をね拭いていこう。もうこれもねプラスチックだから軽く拭いたら取れるんですよね。ではまずサナのケージ、いやサナのケージの前にロッペたちのケージから元に戻す復元作業をしましょう。はい、どうも。よいしょ、失礼するよ。で、この時に手で取れるうんちは取って捨てちゃいます。私は人工芝使ってます。2人ともごめんね。一旦隔離。レオパはね意外と動き出すとあっちゃこっちゃいっちゃうので、隔離するときはプラケースに入れてます。意外とね活発でございますね。こんな感じで、今回の復元するものは中身をこのままゴミ箱へ。で、このゴミはね、後で全然普通に捨てる感じになります。で、ここに、シェルター、そしてこれウェットシェルターなんで水入れちゃいます。閉めなくていいか。どうせこの水は何回も使う。そして畳はね、私はここに置いてるので畳、なんかもしかしたら映ってないかもしれない畳。そして自作なんですけど、和傘がすごいこうレイアウトとして似合いそうなんで、本当は和傘ね1本の棒が
中にあったんですけど、ちょっと棒が折れてしまったので、こういう形でクリップで立てているって感じですね。でこれをでは2人とも戻しましょう。まあ本当に一時的な隔離ですね。あら、ちょっと待って、びっくりびっくり。もう多分これ今日はお手伝いしなくても多分この子多分自分で脱ぐと思うんだけど、脱皮してるね。いつもね、あの途中で脱皮諦めて、あの脱皮お手伝いするんですけど、今回これ自分でしそうだね。ちょっと放置しておきます。ただ手でもう剥がれるぐらいまで来てますね。ほら、はい、ロッペ様でも顔の方がまだここのね、体の色に比べると濃いでしょ。だからね、まだこの辺はね取れない感じだね、簡単には。だから、ね、自分で取れるような状況になっていただいてからって感じかな。ちょっとウェットシェルターで水っぽくはしたけど、プラスちょっと霧吹きしとこうかな。あのその方がこの子が自分で脱皮がしやすいのでね。はい、珍しいわ、自分で脱皮しようとしてる。この子ね、あの脱皮サボりがちなんで、自分で脱皮せずね放置すること多いんですけど、今回は自分で脱皮しそうな雰囲気がある。あ、ごめんごめん、ちょっとやだね。あ、顎のところも結構もう脱皮きてるね、ここね。わかるかな、ここのところね、ここも結構脱皮きてる、皮がタプンってなってる。この子ね、あの割とベタ慣れちゃんなので、こういうのも嫌がらないんで、中のねところからちゃんと脱皮してくれることを祈りますね。全然取れるもん、この辺も。わかる、取れるでしょ。でね、嫌な子はねこれやるだけでだいたい嫌がります。あのそういう子も見てます。ただうちの子は嫌がんないかな、まあ、信頼関係の下でということで、あの思っていただけますと幸いです。ただ今日は自分で脱皮するのを頑張ってもらおう。で、脱皮するの諦めたら教えて、私やるから。そしてね、もう一個びっくり、ルフも脱皮中だね。ほら、ルフはもうほぼほぼ脱皮してるね、これね、うん、ルフもベタナレさんでございますので、私がこうやって脱皮の皮をね触ってもほぼほぼ嫌がんない、まあ、たまに嫌がったりとかね、あとちょっとあっちに行きたいんだっていうような、こういうね、あの活発な行動は取りますけれども、基本的にはほら、ここももう結構脱皮きてるね、脱皮側。ほら、あー、ごめんごめん、今嫌だったね。ただ威嚇したりとか噛みついたりとかないんで、ほら全然余裕です。綺麗な顔してるね。ほら、この子も多分自分で脱皮できるはず、してくれるはず。ただたまにね、自分で脱皮しないで、この子もあの人に脱皮をお願いする子なんで、そうならないことだけ祈ります。ただ両方とも脱皮きてるから、あのちょっと霧吹きしておきましょうか。はい、どうぞ。ウェットシェルターでね、あのいくらやってたとしてもあれなんで、よいしょ。ちょっとルフ様が、ルフちゃんね、こっちが活発ね、いつもより、いつもおとなしい子なんです。よいしょ。まあ脱皮ってね、基本的に無防備になることが多いんで、多分それで警戒心も上がってますね。本来だったら脱皮したら、あの自分で脱皮側食べて、脱皮した形跡っていうのを残さないからね、あの基本的には。まあこんな感じで、復元完了で、ちょっと、全体的に霧吹きしておきました。でこの子たちが自分で脱皮しなかったら、私が手伝いますって感じですね。
じゃあ次サナッチ。サナッチの復元はね、超簡単。この子は隔離する必要性もないからね、威嚇もしないし、威嚇されたことも噛みつかれたことも、私の手の匂いに、手の匂いか指にマウスの匂いがついてて、間違ってパクって噛んで、あ、違うってなったことはありますけど、本当にそれぐらいです。それ以外はほぼほぼなし。で今物ほぼほぼ抜いてたから、なんだっけ、くるみの床材の中に潜ってましたね。はい、サナちゃんでございます。この子もベタなるね、基本的に。むしろ私の手の上で温まるタイプのヘビちゃんです。そんな感じで、この子はちょっと不思議ちゃんですね。本当に私がよく嫁と呼ばせていただいてますけど、本当嫁なんじゃないかっていうぐらい、なんかしたたかに一緒にいてくれるって感じですね。うん、じゃあ、ケージの復元をしていこう。シェルターを、洗ったシェルターを入れて、で、さっき拭いた、これね、別にこれ置いてなくても全然いいんだけど、たまにね、ここにね、トグロ巻いて、鎮座してることがありますね。一応、ケージのレイアウトとして、私はね、夏っぽさをイメージして作ってるんで、こんな感じですね。あとは水入れ入れて、水入れにお水を、はい、っていうところですね。でサナちゃんを戻して、この子はね、ちゃんと隙間のないタイプのケージにしとかないと脱走はしちゃうので、こんな感じです。はい、なのでこれでサナちゃんのケージが完了で、今ね、ちょっとさっき言った通りなんだけど、レオパの上にそのまま置いてたから、そこをね今変えたいので、あえて今そっちには戻さないで、このドラムのね椅子のところに一旦置いときます。ちょっとこの辺のね、お片付けをして、この辺にねサナちゃんを置いておけるスペースと、餌のストックを置いておけるスペースを作ろうかなって思ってます。まあちょっとした模様替えですねの予定です。じゃあ、あとは残りの、フクロモモンガちゃんたちのご飯のね、入れ替えとかをしていきたいなと思う。ちょっと水持ってきますね。衣装、水持ってきました。ほんと、喋りながらほぼノーカットでやる動画っていう、珍しいスタイルではあるよね、これね。みんな大体カットするでしょ。私はほんとありのまま。カットもせず大体の工程を残します。その方がね、どういうことしてるのかとか細かいところが見えるかなと思って、あとはあれですね、私がどんな感じでこの子たちと接してるのかっていうのも多分赤裸々に見えるじゃないですか。私としてはあと自分の記録にもなるので、あ、この時こういう飼育の仕方してたんだっていう細かいところを見直した時に自分でも見れるんですよね。なのでほぼほぼライブ感のある生放送のような動画の撮り方をね、よくしております。今ね、洗ったばっかりのやつを空拭きしてます。空拭きのハンカチ可愛いんですよ。また話それるんだけど、見て、ちょっともう汚れちゃってるんだけどさ、これね、100均見つけたウサギちゃんと桜なの。私ね、その桜がすごい好きで、お花の中でね、でよく桜模様のものとかっていうのをこう部屋のレイアウトとかでも使ってて、私ね桜とハロウィンが好きで、ほんとうちのレイアウトで使われてるものってハロウィンか桜なんですよ。でたまに映るものってハロウィンっぽいものとかね、ピンク色のちょっとその桜をモチーフにねしてるようなものとかがあると思うんですけど、本当に好きでついつい可愛くて買ってしまいました、100均で。よいしょ、あとこれ洗ったら終わりかな。で
で、バケツは一旦もう終わったので、あのいつもの定位置に戻します。あの山椒たちのね、水がそこで流れて降りてくるので、で、まずはうちはですね、青いのとこれがこのセットで、はるくんのものになります。お水入れ、ミルク入れ、ご飯入れです。ご飯入れはね、あえてちっちゃいものにしてて、食べ過ぎないようにちょっと体調管理をしております。で、次がこれ、あのうららちゃんね、うららちゃんも水入れ、ミルク入れ、ご飯入れっていう感じで管理してます。で、2匹いるギョロちゃんとハロくんのところなんですけど、ここは水差しは大きいのにしてます。これギョロちゃんたち用の水差し、もともとは岡宿狩りとかで使われる、水のね、水辺を作る用のものなんですけど、まあ、あの他だとさ、ちょっとこれ岡宿狩り向けにはなってるんだけど、あのインコとかそういうのの水入れでもこういうシステムね、使われてるんですけども、岡宿狩りのやつがね、あのサイズ感も大きくて安かったんです。これでね、800円ぐらいで売ってました。で、うちのキョロちゃんの、ご飯入れは、あのそれこそ、マイク・ワゾウスキ、キョロメちゃんですね、名前、うちの子の名前のモチーフになってるこのギョロメちゃんの、本当はキャンディーポットなんですけど、ここに餌を入れて渡してます。で、ミルク入れはこれになります。本当なんかミルク入ってそうなんですね。で、残りこれが、あのちょっと特別感あるかもしれないんだけど、これは全部パッちゃん用です。パッちゃんの水差しとご飯入れとミルク入れって感じになってます。じゃあまずご飯から。もうすでにね、ブレンドしてるご飯を入れていくんですけど、最近ちょっとね、カルシウム成分というか、ギョロちゃんたちのね部分を見てると、カルシウムとかちょっと肉食寄りな部分もあるので、うちではですよ、体調管理も兼ねて、この子たちにモニターフィードを2個だけ入れてます。あの動物性タンパク質ですね。であの低脂肪なので、その部分を、考慮して入れてあげてます。そしてもう一個カルシウム、こっちはタンパク質なんですけど、カルシウム分として私は水アブを、4個、1人2個っていう計算です。ただ1人2個で食べてるかどうかわからないです。取り合ったりしてそうなんでね。はい。で、私はね、ビタミンだったりとか、あとオキアミだったりっていうビール酵母だったりっていうのが配合されているので、キャットも少しだけ入れてます。これは本当に私だけと思ってください。あのただね、これで体調管理をしてからですね、なんか変な下痢だったりとかうんちだったりっていうのをしてる状況は見てませんですね。で、入れた後に特製の、ブレンドフードですね。ブレンドされているのがひまわりの種と、袋ももんが用で売られてる、なんだっけ、あっち、あれ、ももんがセレクションと、あの、お野菜とか、あと、なんだっけ、果物とかが配合されてるやつを混ぜたやつですね。これをスプーンで私は 1.5。子たちにあげてます。で、そのブレンドしてるやつはね、ちょっとだけあのミキサーにかけてあのいます。中身としてはこんな感じ。はい、混ぜてミキサーかけたね、あのパウダーフードになってる部分もあります。ただこの子たちはパウダーフードの状態ではあげないので、こんな感じで、お水入れて、で、軸、あの物はね、ゴートミルクもともとあげてたんですけど、これ中身はあのジクラットさんの、あのももが用のミルクですを、このスプーンですり切りした後に半分くらいですね、だからスプーンの半分ぐらいを入れて、水で溶かしてあげるっていう感じですね。
ってって感じですね。で今もう2人とも出てきてご飯もらえると思ってるんで、ちょっとまず入れていこうかなと思います。プラス、この子たちの下のペットシーツの取り替えもねします。よいしょ、ヨルちゃんそっち行って、はいどうぞ、はいはい、どうぞ。この状態でヘッドシーツを抜いて、よし、でペットシーツの取り替え、今日は下掃除機かけなくてもと思ったけど、これは掃除機かけないとやばいぐらい垂れてた。よいしょ、掃除機かけましょう。コンセントがあれだ。よいしょ。でね、ちょっとね、ほうきが壊れちゃってね、今ね、ほうきの代わりに、こいつで、こうやって、奥の、うんちって言わなくて、手前に、持ってきて、で、この手前にあるのを、こんな感じで吸います。でね、ギョロちゃんはちょっと掃除機の音が苦手なので申し訳ないんですけど、人によってはいやストレスかかるでしょうって言われてしまうとは思うんですけど、私としてはこのストレスにはちょっと耐えていただきたいなというところですね。これはまあ人間のエゴかもしれないですけれども、人にちょっと合わせてねという気持ちで、望んでおります。はい、そしてペットシーツを入れて終わりです。で次にこの上ね、上は開けなくてもペットシーツが取り出せるので、先にペットシーツを取り出します。いや、1週間放置したのは間違いだったな。汚ねえな。これは私の落ち度ですね。ちょっと体調を崩してたのもありますけれども、1週間も放置するべきではございません。そしてここも奥の部分をこうやってね取っていって、よいしょ、これも掃除機で取っていきます。こんな感じで、人によってはこの掃除機がけをね、ひどいんじゃないかっていう人もね、多分中にはいる気がしてるんだけど、私的にはこの掃除機がけ、ジコジコ言ったりとかブチ切れてない限りは OK だと私は感じてます。まあこれに関しては本当飼い主飼い主のちょっと感覚的な部分もごめんなさいあると思うので、嫌だなと思う人はやらん方がええと思います。北海道の人なのにやらん方がええっていう言い方もちょっとあれですね、まあやらない方がいいとは思います。そこに関しては本当に飼育者さん飼育者さんごとの感覚だと思うんで、自分の思う感覚を大事にしてあげてください。でこう入れて、はい、ペットシーツの取り替えが完了。でペットシーツの取り替えが完了したので、横のこっちのペットシーツの取り替えもしていきます。
はるくんはいっぱいいろんなところでうんちするけど、うららちゃんは同じ位置でうんちする子だね。だからか、あのペットシーツの汚れる場所が一定だね。それは偉大だね。いいことじゃん。ちょっとそれは驚きですよ。で、この子も下の部分を少しだけ手前に。はい、OK。で、これで、ここも掃除機だけ。はい。そして、本来だったらね、これ生放送でやろうかなってずっと思ってた内容で、メンテナンスライブっていう感じで。ただちょっと体調が整ってないから、メンテナンスのライブやりにくいなって思ってて、私がね、体調的な部分のお話でね。なので、今回みたいに動画にしていた状態です。ケージの、この上の部分の直してたところが、剥がれてしまって。よいしょ。剥がれてる部分を直して、よいしょ。で、ペットシーツをね、入れていきます。ほぼほぼ顔出しないよ、こんなんで。よいしょ、そんな感じでございます。まあ、顔が出ててもいいでしょう。もう慣れました。よいしょ、で、次が、はっちゃんを最後にするかな。ケージ開けないと、ペットシーツの取り替えができないので、ではまず、よいしょ、はい、ミルクとお水、はい、よいしょ。この子たちはね、ミルクドロドロじゃないです。本当にサラサラのミルクだと。なんで私舐めてみましたけど、ミルクの味しなくねって私は思ってるんですけど、それでもあの子たちすごい美味しそうに飲んでるんで、その配分量でいいんだと思います。人間の味覚よりも多分感度って言ったらいいのかな、何て言ったらいいのかね。この子たちもモニターフィードは1つだって。そして、カルシウム成分、ビタミン B1 だったりだとか、ビール酵母というところでこれを2つ。そんな大量には入れなくていいと思います。ただこの子たち好きみたいですぐ食べちゃいますね。まあ、これもやっぱり袋ももが飼育者皆さんやらん方がいいと思いますよ。で、こっちは、1杯半だけ。あまりあげると太ってしまいますからね。っていう感じでご飯の準備が終了。で、ご飯を入れていきます。で、ご飯入れるところも移しとくか。よいしょ。はい。移しにくいのがね。と、はい、はるくんがめっちゃ見てますね。あ、はるくん出てくるんですよ、そうやって。ね。前回ちょっと脱走癖がどうのって言ってましたけど、そうやって出てくるんです。で、はるくんとあなた喧嘩するから、あなたやめて。ほら、だから言ったのよ。あなたははるくんと喧嘩するんだから、はるくんとハロくんは仲悪いんだから。まあ男の子同士なのもあってね、どうしてもね、敵視してるんですよ、男の子に対してね。下にいるハロ君が、この上にいるハル君に対して、だから出てこんでって言ってたのに出てきましたね。しょうがない。で、この子のケージはちゃんと厳重にね、脱走しないように
とね、こいつはね、ちっちゃい隙間からね、隙あらば出ようとしてくる子ですね。こんだけおもちゃいっぱいあっても、出てくるときは出てきます。気を紛らわしてるだけだからね、おもちゃいっぱい入れて。よいしょはい、はるくんは終わり。はい、はるくんはちゃんと5箇所、1,2,3,4,5 箇所ね。やる感じでございます。そして次がうららちゃん。まずうららちゃん、ミルクだよ。ほれ、ミルクだよ。いるか？あ、いるね。ここ置いとくから飲みなよ。どうした？よいしょ。で、ご飯とお水を入れておきます。よし。ミルク飲みな。はい、そしてこの子も一応ケージをね、ちゃんと。よいしょ。よいしょ、この上も。そしてこの上も。で、最後ここの部分ですね。はい、で終わりで、あとはかっちゃんね、かっちゃんが最後のここのケージになりますね。で、まずパッちゃんのミルクとかを先に、カメラ映すのがあまり変わらないんで、喋りながらカメラ外でやります。で、パッちゃんなんですけど、パウダーフードは食べてくれてるんですけど、ちょっとミルク混ぜてあげないとまだ食いつきが悪いんで、ご飯の中に、さっきのご飯ね、皆さんにあげてたご飯に、少し、ミルクのパウダーを混ぜてます。あとこの子のミルクは基本的にドロドロですね。今作り終わったらそのドロドロも見せたいと思います。で、この子すぐ飲んでなくなっちゃいます、このミルクの量を。日々飲む量を確認しながらというところですね。で、特に今太ってはいないし、まだちょっとちっちゃい段階なので、いっぱい食べてくれる方がいいなというところですね。で、この子はひまわりの種を入れても食べないので、ひまわりの種を、ご飯入れたら抜きます。ひまわりの種は全く食べる気配がございません。はい、で、ミルクの混ざったパウダーフードがここですね。こんな感じで、この子も下のペットシーツの取り替えをしなければならないので、まず出して、この子はペットシーツの取り替えだけでいいかな。掃除機いらないな。うん、シッター掃除機掛けはほぼほぼいらないね。よいしょ。ペットシーツ取って、ペットシーツ重ねて、そのまま入れる。終わり。パッちゃん、角のところに今乗っかってるね。で、私がミルクとかくれるのを待ってるね、あいつね。ほれ、ミルクだよ。あ、これはミルクじゃないわ。あ、で、ミルクはこんな感じ。結構ドロドロめになってます。ほら、おいで。おいで。
はい、乗っかった。って感じでミルクを飲みます。で、ミルクの置き場はちょっと私が可愛いのを取りたいがためにこの中にしてます。はい、どうぞ。ほら、いいよ。指離すよ、大丈夫？指離すよ。指離すよ。はい、どうぞ。あ、違う違う。いや指離すの。ここに足乗っけて、足あんたプランってしてるから。足あんたプランってしてるから。その片足前にちゃんと乗せな。その体勢飲みにくいでしょ。どうしてどうしたのその片足。あれ、ここに乗っけな。あ、そう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 。えらいえらいえらい。はい、あんな感じでね、ミルクを飲んでます。うん。ちょっと長々とね喋りながらやりましたけど、こんな感じでペットちゃんたちのうちの家族たちのね、あのやることは終了です。なんで、あの前回の動画と一緒にまとめてでお話をすると、まず、週に2回から3回ぐらいの形で、各ペットちゃんたちの食器を取り出して、バケツに入れます。そしてバケツ持ってお風呂に入ります。私がお風呂入りながら全部の掃除を行います。で、すべての掃除を行って、ある程度、終わりましたら、お風呂上がってきたら、皆さんにこうやって、あの、ケージをね、復元という形でやります。で、ケージ復元を行ってから、みんなに餌入れたりっていう形で最後終わりです。で、今は、課題が2つ残ってます。今日ではっていうところね、置き場所を確認、あのちょっと新しく作る予定ね、そこにっていう課題と、あとレオパの周りの部分をちょっと清掃を、これから模様替えっていう形ですね。それが普段やらないことです。あの今日たまたまね、いやー、あそこじゃなくてこっちの方が観察しやすいなと思ってしまったんで、その観察のしやすさに合わせて、今やっていこうかなと思っております。はい。なんとなく、私の一日というか、掃除の時のね、動きというのがこれで伝わったのではないでしょうか。最初の動画と合わせてパート2っていう形でね、2個の動画に分かれてはしまったんですけれども、こんな感じでいつもやっております。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなどですね、よろしくお願いいたします。そしてインスタグラム、TikTok ですね、上がっておりますので、そちらもお願いします。で、TikTok で、ね、この間ちょっとね、バズったなぁと私の中で思った動画は、多分もう公開されてると思うんで、よかったらそちらも見てみてください。うちの飼育環境、ちょっと今から模様替えしてね、ちょっと変わる部分はあるんですけれども、基本的な飼育環境っていうのはそちらの方で見ることもできるので、はい、今回はね、掃除と、復元とっていうところですね、はい、動画として撮っていきましたので、よかったら、参考になる部分がねあればいいなと思います。まあ人それぞれの部分もあると思います。その飼育者でね、管理の仕方っていう部分とかもちょっと違うと思うし、あとペットちゃんたちと、あと飼い主のね、接し方っていうのも違うと思うので、自分に合う接し方、そして自分の合う飼育方法っていうのをやっていただければいいなと思っております。これからもこんな感じで動画たくさんアップしていくと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ということで、以上ギントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。